はい、皆さん、こんにちは。えー、歴戦に講師の森山です。え、司法書士合格講座、会社保障法商法、え、第1回、え、こちらの方を始めていきたいと思います。さあ、 えー、不動産投機が終わって、まあ、今日から会社法ということになります、えー、前回、えー、不動産投機の最後のところでお話をしましたが、まあ、これで折り返しということになりますね、えー、出題数それからあ、まあ、いわゆる拝点ということそれから講義の回数的に言ってもいよいよ、えー、折り返しの後半戦ということになります、えー、ここからまたですね、えー、そのお、まあ、折り返し地点からゴールに向けてしっかり後半の講義も頑張っていきましょうで、まあ、会社法 これがですね受験生にとっての一つの難所ということになりますですからここをしっかり乗り越えていくということがもう合格へかなり近づく、えー、まあいつも言ってますがあこの法書士の試験というのはマラソンあるいは山登りということに例えることができます、えー、一歩一歩はそんな難しい話ではありません、えー、今日やったこと覚えればいいんだよただそれが永遠とこう重なるようないつ山頂にたどり着くんだこのような試練になっているわけですよね。 でまあ、山登りというのは山頂にたどり着くまでは山頂がなかなか見えないですからもう木々に覆われてもういつ着くんだろうそういう状況で頑張らなければいけないのが、まあ、使用書士の試験の難しさということではありますが、まあ、そうは言っても一歩一歩は簡単だということでもなくて、まあ、それなりの傾斜があってしかも難所があるわけです、で今回、まあ、最大と言ってもいい難所これが会社法ということになりますねですからもうなんか崖みたいなものがあってそこをこう鎖もついててですねえちょっとこれは落ちちゃいけないぞみたいなそういう難所 一緒にたどり着いたんだということですよねもうここまで不動産東京で足が疲れてる中しかも難所がやってきたとこういうことでなかなか大変なところではありましてちょっと解消難しいようなというふうに思ってしまう方も多いですこちらでも皆さんがわかるようにお話はしていくつもりではありますがちょっと今から勉強法などについてもお話をしますのでしっかり復習をしていただければと思いますが講義ノートの1ページのところを見てください会社の学習法というふうに書いてあります で会社法については、まあ、いわゆる主要科目と主要4科目と呼ばれるものの一つで、まあ、午前の部で9問出題されます。で,午前の部で9問ですから、まあ、民法とか、えー、不動産登記に比べれば20問とか16問に比べれば、うんまあ、そんな多くないじゃないかというふうに思われるかもしれませんがこの会社法を基礎に 午後の部では商業登記法これが取材されがさます8問ですからそれ、この会社法が本当にこう基礎になって土台になって商業登記法の勉強になりますのでこの会社法で例えば取締役会の勉強をしたら、まあ、取締役会設置会社の登記を商業登記で勉強していくとかあるいは会社法で取締役の任期は2年ですよみたいなことを勉強したら商業登記の、えー 択、まあ、一ではですね2年が来たから退任登記をしなければいけないみたいな問題が出て商業登記の期日問題ではあこの人2年経ってるから退任登記を自分で申請しなきゃとかあこんな価値に全部つながってるんですねえ民法と不動産登記に関しては、まあ、つながってないところも多かったです、まあ、相続なんかは理解しておかないと相続登記はできないとてありましたけれども、まあ、全体的には、まあ、不動産登記と民法のつながりよりはもう会社法と商業登記のつながりの方がすごく大きい。だからこの この会社に関しては商業登記の基礎という意味でもありますから、まあ、本当にこう重要科目と午前の部で9問出されるだけではなくこれからさらに重要科目である商業登記法が始まりますがその基礎になっていくということになるわけですよね。 でもちろんこの商業登記に関しては、期日問題が出題されますから、もちろん期日で基準点もありますので、書、えー、けるようにしておかなければ合格はできないわけです。えその土台となる科目が会社法ですよということになります。では、えー、講義ノートの1ページの頭のところを見ていただいて、丸1条文が重要と書いてあります、まあ。条文が重要ってどういうことかというと、まあ、条文を毎日1時間読みなさいとかそういうことではなく、もう条文が頭に入ってれば、 満点が取れる科目とということなんですどういうことかっていうと例えば皆さんに時間を無限に与えるで6法も与えるじゃあそれで問題解きなさいって言った時に民法では点数取れないですよね177条引いたって相続と登記とか時効と登記の結論出てこないわけです条文1個に対して判例が10個ついてるとかこれぐらいの分量ですよねえところが会社法に関しては全ての情報が条文に書いてあるってこと 例えば株主総会で、うん、まあ重要なものであれば特別決議をしなければいけませんとじゃあ特別決議の要件って何ですかっつったらもう出席者数だとか賛成数だとか全部書いてあるわけですよ例えば、えー、大多数の人が賛成したら決議通りますとか書いてあって大多数は判例で決まりますなんてなったら会社の運用ってできないですよね この会社法っていうのは皆さんがまあ日々取引をしている大きな会社あるいはレックみたいな会社を運用していくためのルールですから当然厳密に規定されているわけですですからほぼ判例で埋めていく隙間なんてないわけですよ だから逆に言うと条文に書いてあることがそのまま試験に出ますからもう条文をしっかり頭に入れておけばいいということになりますだから民法と考え方が違うのはあ民法というのは、まあ、条文で大枠のルールを作ってそれがうまくいくために判例でえちょこちょこ,こう解釈をしていきますが会社、まあ、法に関しては、まあ、ほぼ条文でおしまいということになりますで、丸一番のところに、まあ、条文が大事だって書いてありますがただ 条文を内容を覚える。これが目標になります。と書いてあります。ただ、丸二番のところで、条文が重要なのですが、条文は読めません。非常に難しいです。もう日本語じゃないですね。だから、条文を、まあ、引いてくださいとか、あ重要条文ですよって言ったところは、もちろん見る必要がありますが、条文を、 1>, 1時間読もうとかそういう話じゃないんだって先ほど言いましたけれども、まあ、条文をですね、まあ、適宜聞くことは重要ですがもう読もうたって読めるような日本語じゃないですもうコンピューター言語というかプログラミングの言語というか、まあ、そんな感じになっておりますからあるいは条文があって えー、なんか何十条か後にですね、えー、あそこの条文のこの言葉はこう読み替えるとか、えー、早く言ってよみたいなあこんなことが結構あるわけですよだからもう条文を読もうたってなかなか読めるものでもありませんので基本的には条文の内容は重要ですがじゃあ条文の内容をテキストとか携帯使用書士とかあ図表で覚えていきましょうということになります特に丸2番のところ図表ってとても大事になりますねですから 講義ノートやテキストに図表がありますのでちょっと頭がこんがらがってしまったという時には図表で整理というのは非常に重要になっていきます。 で携帯使用書士には図表はないですがその分、矢印で取締役会設置会社はこうそうじゃない会社はこうって対比してありますから、まあ、一週図表みたいなもんではありますけれどもとにかくその図表が大事あるいは整理が大事ということになりますがどうしてかというと場合分けが非常に多いんですだから、皆さんは取締役会設置会社はこうそれからそうじゃない会社はこうというふうに場合分けをしっかり意識して頭に入れていく。 とということが重要になりますねだから図表やら整理やらしっかり、えー、そういうことをやっていこうということになりますで一番大事な話にいきます丸3番記憶の時間をとるで会社法何が難しいかっていうともちろん分かるように説明はしますただ覚えることが非常に多いってことで民法なんかの場合には覚える内容というのが、まあ、理解しながら覚える まあ、理解と記憶が、まあ、例えば1対1ぐらいの割合だとしましょうか。あ、この人かわいそうだな。あ、だから保護していくのか。うん、ここなんかおかしいな。あ、こういうふうに解釈するのか。みたいな感じで、まあ、理解をして記憶につなげていきますが、会社法の場合には、単純に覚える。単純に覚えなきゃいけないことが多いですから、そこはもう割り切って覚えちゃうんだ。暗記するんだっていうつもりでいた方がいいです。例えば、 少数株主権100分の3、100分の1、10分の1でもちろんあこの10分の1っていうのは例えば解散の訴えなんかはとても重要なあものですからもう10分の1の人が集まらなければあできないんですよあ確かに趣旨は分かりますよでもあ大事だったからたくさんの人が集まらなきゃできないんだっていうのが10分の1なのか5分の1なのか20分の1なのかには理由ないですよねだからこういうところはもう覚えていくしかない。とということで 2分の1だとか過半数だとか数字ももちろん出てくるし、えー、期間も出てくるしそれから単純に何ができる何ができないっていうのは決まり事のことも結構多いです、えー、もう例えば会社にはいろんな人たちがいてこの人は何するこの人は何するなんて役割分担にいちいち理由がないことも多いわけですよですからもちろん理由が ある部分についてはお話をしていくしえもちろん講義っていうのは、まあ、そういうものではありますけれどもただ皆さんの意識としては理解してないから覚えられないという意識でいると覚えませんだからもうとにかく携帯書,書に書いてあること覚えちゃうんだとで覚えたら次の理解に進む覚えてから理解するぐらいのつもりでいいです覚えてないと分かんないってことも多いです 分かんないから覚えないではなく覚えてないから分かんないっていう話になっちゃうんですねだからとにかくえ今日やったことに関しては覚えてしまおうそうするとどっかで話がつながって理解できたりしますで単純に覚えることが多くて覚えてないから苦手覚えてないから苦手ということになっちゃうわけですで会社法がまあ苦手だよって方は覚えてないだけのことが多いですだから、まあ、理解できないっていうよりは覚えてないだから理解できない気になっちゃってる まあ合格者だって理解できないですよ、こんなのはだから、とにかく覚えちゃうんだってつもりで記憶の時間を取ってくださいで、一番最初の講義でよく言うんですが、まあ、あの全体構造なんかでも言いましたけれども、まあ、勉強っていうのは、まあ,あ,のあんまり考えないでやってると理解中心になります。 で単純に一度やったことを覚えようって時間って意識しないとなかなか取らないんですねでも、それが非常に大事ですえ講義を聞くえこれも大事ですよでも一番大事なのは講義を聞いた後の復習で記憶の時間を取ることですよ。 で例えば、講義をじゃあ2回、3回聞こうっていうのがいいのかって言ったらそんなことはありません、1回講義聞いて理解したら、あとはもう記憶の時間しっかり自宅で取ることです、勉強というのは自習で自分の記憶の時間を取って覚える、これがこの試験にとって非常に重要なことですから、しっかりこの記憶の時間というのを取って、 覚えると携帯詞書,書に書いてあることはそのまま頭に入れていくんだ、まあ、こんなつもりでですねやっていただければいいかなと思いますそれからマリオンバー問題練習って書いてあって、まあ、記憶したものっていうのはやっぱり演習しないと覚えられませんからしっかり問題解いてくださいで例えば、まあ、大学入試とかでいうと社会日本史とか世界史と一緒ですよもう覚えるってことになったらもう理解するっていうよりは覚えることを中心ですよね第1代将軍は誰かって言われたら、うん、理解してないなっていうよりは覚えてないだけですよだかからしっかり覚えることは大事ですがじゃあ覚え 覚える時何が大事かかっっって言ったら第一代将軍は誰ですかって問題解くことですよだから問題解くことによって覚えるえ記憶が進みますからしっかり問題解くことですねで携帯使用書士にまず問題載ってますからそれしっかり解いてくださいで会社に関しては携帯使用書士にかなりの問題載ってますかなりの問題載ってるってどういうことかっていうと視聴書士の、えー、試験 例えば合格ゾーンなんかで過去問とこうというこという方もいると思いますが、会社法に関しては平成18年以降しか使えませんえ。合格ゾーンには平成17年以前の問題も載ってますが、それは見ちゃいけない。平成18年以降の問題。なぜかっていうと、平成18年に会社法が大改正されて、えそこでもう法律、ルール変わってるんです。だから平成18年以降の問題しか解いちゃいけないんですね。 で豪華賞、載ってるじゃないかってことになりますがあれはあれですよ旧商法時代の問題を新しい現行法で解説をしてますからピントがずれてるんですねですからもちろん過去問集だから過去問載っけてますよでも昔の出題を今だったらこういうふうに解きますあそれは当たり前だよねなんでこれ聞いたんだろうピントずれてるよねみたいなでそんな規定はありませんとか言われて。 なんでじゃあ出したのみたいなこういう話になっちゃうわけですよだからなんか面白くないし時間の無駄だしストレスもたまるので平成18年以降の問題しか解けないしもしもっと問題練習したければ模擬テストとか当然とかやった方がまだいいですだから平成17年以前の問題についてはやっちゃいけないということになりますだから経済書士にはう 基本的にはですね法務省が問題を発表した平成11年以降からセレクトしているんですが会社法に関しては平成18年以降からセレクトしてますから、まあ、大体重要なものについてはほぼ載せられてます、えー、スペースの都合で、まあ、同じような問題は他の科目では結構省いちゃってますが会社法に関してはですねまだ使える過去問が少ないですから結構載ってますねですからそういうものについてまずはやっていただいてあとはまだ出てない分野についてもオリジナル問題載せておりますから予想問題と形でそれもやっていただいてください とということで記憶の時間、えー、演習、しっかり、まあ、携帯収集書をしっかり覚えていただければそれでいいということではありますね。では、丸5番難所ですね、しっかりやっていきましょう、でそれからもう1つ最後に言っておくと、会社法と、それからその次にある商業登記法って、先ほどちょっとお話をしましたが、中身がほぼ一緒です。 例えば、うんまあ、取締役の退任の要件を覚えたらそれは退任登記の話になるし、えー、それからですね、うんまあ、会社法でやったことっていうのがそのまま商業登記例えば株主総会が必要だってなったら商業登記では株主総会議事録がいるよって話になるわけですだからその骨格となる知識ってほぼ一緒なんですよですから一番効率的な勉強っていうのは会社法と商業登記をセットで頭に入れること だから、まあ、例えばですねレックの中上級講座などではもう2年目、3年目の方が受ける講座なんかでは会社法と商業登記法がセットになって、えー、こういるとこういうことにもなります、まあ、あの講座にもよりますけどねあとは携帯視聴者これも会社法と商業登記がセットになってますから何々をするには うーん株主総会が必要だって書いてあったら添付書類は株主総会議事録ですっていうふうに、まあ、会社法と商業登記法をセットで記載さしてますだから、最終的にはですね会社法と商業登記を同じ骨格ですから同じコアですからそれをセットで頭に入れていくってことが非常に重要になっていきます。 で逆に言うとこの初級講座に関しては会社法を勉強した後に商業登記法に行きますこれは1年目の講座はその方がいいということだなんですねどうしてかというと会社法と商業登記をセットでやってしまうとなかなかゴールまでたどり着かないで会社は会社法で勉強できるんです商業登記を勉強するときに会社法とセットでやればいいんですが会社は会社法で えー、独立して勉強できるんですね、もちろん登記わかんなくたって、だからまずはこれをしっかり一通りやっていこうというのが初級講座になります、もちろんそうすると効率が悪いですから回数増えます、だから、えー、この初級講座に関して回数を減らそう、例えばアレックでも回数少ない講座ありますけど、そういうときにはもうこれ、セットでやるしかないんですよ。ただ1年目っていうのは いかんせん皆さん覚えることが多いですから会社法をまずはやってその後商業登記に行った時に会社はこうでしたねだから添付書類いるんですよって形で復習としてもう一度商業登記の中で会社法をお話しせざるを得ないしお話をしますだから皆さんは会社法の復習が商業登記でできると思ってくださいだから一番効率的にはセットでやるといいんですが1年目は 効率わざと悪く会社法やって復習しながら商業登記やって講義の回数増えますよ。でもそれが一番身になるんです。でそうすると携帯使用書士はまずは商業登記が書いてある部分はとりあえず読み飛ばしてやってください。ちょっとそこが えーまあ、ちょっとですねご不便をおかけしますが、まあ、商業登記の部分って分かると思います添付書類が書いてあったりあるいは明らかに全ページ登記だったりとかあとは問題のところは登記は登記マークつけてますからそういうところはちょっと飛ばしていただいてまずは会社法の部分でもちろん1行商業登記あたり読んだっていいですよあだから添付書類いるんだっていうだけですからねだからそんな形で、まああのー、とりあえず最終ゴールは商業登記と会社法がセットで頭に入ることではありますがとりあえずこの講義では会社法をやっていきます。だから 会社法の部分を復習していただいてで商業登記に行った時に会社法の復習も一緒にやりましょうでそれで何が言いたいかというとこの講座では商業登記後でやりますからとりあえず会社を難しいっ,つって言ってますよねで会社を難しくていやちょっとわかんないところがあると言ったとしても商業登記でもう一度復習できるぞっていう安心感が少しあると思ってください でもちろん一生懸命勉強します一生懸命勉強するんだけどもどうしても難しい難所ですからなんとなく分かんない気分のところがあったりえ不安になったりすると思いますだそういう時にあ商業登記でまた復習できるなというふうにちょっと安心はしていただければという風に思うんですねえそのさじ加減難しいんですけど一生懸命やるんですよで逆に言うと今、会社法をしっかりやっておくと商業登記に行った時にその登記という局面だけで勉強すればよくなるので本当に役になります。 だから、会社法をしっかりやっとくと商業登記は楽になるし会社法で少しお留守な部分があったとしても商業登記で復習できる、まあ、こういうつもりでいてくださいねよろしいでしょうかだから逆に言うと今度は商業登記に行った時には携帯使用書士の商業登記の部分だけではなくて関連する会社の部分を一緒に復習するんです。 そうすると商業登記の勉強だけではなく会社法の復習もできますからちょっと二度では,ではあるんですけれども力をつけるためにはそれが一番いいと思いますのでこの講座では会社法と商業登記を分けてやっておりますからちょっとその分ですね携帯使用書士を飛ばし飛ばしやってことにはなりますけれどもその部分を商業登記で埋めていってさらに商業登記ではその会社の部分も復習してもらうとこんな形になっていくぞということになりました。 よろしいでしょうかこんな形でちょっと勉強していただければと思いますあとは不動産登記の復習えこれも民法が終わった時にも言いましたけれども週1回、えー、復習の日を作っていただいてひな形レベルの話、えー、つまり携帯小書士の第5巻それから、うん、まあ2巻のを含めてちょっと復習はですねパラ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 とやっていただければと思いますえー、1週間に1度とか まあ、例えばベースアップ講座とかあそういう本格的なというか1時間かけて問題解くみたいなものもです、ねえー、2週間に1度とか1週間に1度とか、まあ、余裕があれば定期的にやっていただければ一番いいんですが、まあ、ただ皆さんにはベースアップ講座が与えられていますからまずはそれをしっかり解くというとことが第一目標かなというところですね。で本試験レベルのもっと難しい演習はまたセットでついてきますからまた皆さん4月から登壇も始まるし、えー、本試験の過去問なんかも、えー、使い方についてお話をしますからですからとりあえず 今のところは会社法の勉強と週1回携帯使用書士の過ぎた科目についてパラパラやってもらうのとそれからベースアップ講座をしっかりまずは乗り切ってもらうというところですねそこまでしっかりやっていただければと思いますでもちろん復習も大事ですが今目の前のある科目が難所ですからもう週6回は会社法 えー、これに集中していただいてもう1回だけですね、えー、もう日曜の夜とかでもいいですから復習の日は作っていただいてそれ以外はもう会社に集中してもらうということでいいと思いますそれぐらいちょっと難所ではありますので、えー、これを乗り越えることによってだいぶ合格に近づくんだということでちょっと頑張っていただければという,ふうに思いますでは、えー、勉強に入っていきましょうか、えー、まずは、えー、講義ノートの方で会社保商法、えー、これがどんな科目かというところからお話をしていきたいと思います えー、講義ノートの2ページ目を見てください、商法・会社法とはどのような法律か、商法・法法会社法とはどのような法律かここで皆さんが疑問に思うことがあります、ブレイクスルーテキストの表紙にも書いてありますが、会社法、商法、会社法、商法と書いてあって、一体どっちなんだよ、何勉強すんだよ。 今から勉強する法律は何法なんだということがまず疑問に思います会社法という法律と商法という法律があってこれを両方勉強していくことになります私が受験生の頃っていうのは平成11年合格ですが商法という科目しかなくて商法というのをやってましたで。 えー、例えばレックみたいな株式会社のことも、えー、商法の中に規定があって、えー、その商法で株式会社はこうこうですよ株主総会こうやってやるんですよ普通決議はこうですよなんて規定があったんです商法ってのがあるんですねで,でこの商法というのは何が規定されてるかっていうと講義ノートの2ページ目の頭に書いてありますが 事業活動から利益を得ることを目的とする主体これを企業というんですがも儲けようという金儲けしようというのは企業というんですが商法会社法はこの企業の健全な発展のために制定された法律だと書いてありますねでこの企業というのは会社だけではありません個人事業主まあいわゆる商人ですね個人商人これも企業ですだから商法では個人商人がどういうふうに金儲けをするのか それから会社がどのように金儲けをしていいのかなんてことが規定されているわけですが会社っていうのはまあ例えば大きな会社から小さな会社まであって本当にこのインフラとしてこのの重要なものビジネス界で重要なものということになっていきますで、商法っていうのはまあこのか個人承認や会社のことについて規定してありましたが会社の規定をもっと充実させたい。 いうことで商法の中から会社の規定がなくなって新しく会社法という法律ができましたで会社のことについてはこちらの会社法が規定しているこれができたのが平成18年なんですだから平成17年までは商法の中の 会社という規定が出題されていたんですが、今では会社法という法律ができて、この会社法という法律の中に会社の規定がありますから、これが出題されているよということになります。もちろんこれを勉強していくことになります。ただ、じゃあ会社法だけ勉強すればいいかとそうではなくて、個人承認など、会社以外のものについては、商法の中に取り残されてますから、もちろんこれも勉強していくことになります。 ということでこれから勉強するのは会社のことについては会社法それ以外の分野については商法、まあ、商行為だとか商人だとかそういうものについて規定がありますからこちらも勉強していくことになりますちょっとロッ歩を開いてもらうと会社法見つかりますかでこれを勉強していく、まあ、大きな法律ですねすごいペロッ歩を開いても800何条 900何十かなまでありますから非常にこうもう1 0近くありますよね非常にまあ大きな法律ということになりますで会社法の規定が一通り終わった後に合格六法だと793ページになりますがここから商法になります で商法って23枚ペラペラまくめくってもらうと面白いことに気づきません ?4 枚ぐらいめくってくださいいつの間にかなんか条文が500条ぐらいになってませんなどこで飛んじゃったんですかね32条から500条まで削除されてます32条から500条までが削除されていますこれがもともと会社の規定があった部分です それが,がっつり抜けて会社法になもともと400何条ぐらいで、まあ、470条ぐらいで書かれていた会社法が1,000条近くになって独立したわけですよだから非常にこう重要充実したし、えー、条文の数も多くなったああいうことが言えますよろしいでしょうかで 会社法なんで条文の数が多くなったかっていうと世の中大きな会社から小さな会社まで本当に幅広く、えー、あって。 で昔は大きな会社はこうですよって規定しかなかったんですが、まあ、家族でやっているような小さな会社はこうですで、えー、大きな会社はこうですみたいな場合分けを作ってくれたりあるいは期間設計って昔は、まあ、取締役を置いて管制役を置いてとか本当にこう何通り一、まあ、通りか二通りとかそういう風な形でもう絶対期間設計はこうですよ会社の期間というのはこうじゃなきゃダメですよという風な形で押し付けていたんですが今ではもう何十通りあるか数えきれないぐらい期間設計がありますから あ会計いいいいうのは、ね、置きたきゃ置いていいですよ取締役会、まあ、会議台にしたければ置いてください会議台にしなければ置かないでくださいでも取締役会置いたらこれ置いてくださいとかそういう期間設計もかなりフレキシブルにできるようになりました。 ということで、どういう期間設計を置いてもいいですよ。あ、ちょっとルールには従ってもらう必要がありますけれども、期間設計も何通りも、何十通りも用意しましたから、もうその会社に合わせて会計監査に置いてもいいし、あ、委員会型の会社にしてもいいですよ。監査等委員会設置会社、市面委員会等設置会社なんていうのも、ちょっと用意しましたから、みたいな感じで、もうかなり選択肢を用意してるんです。かなり選択肢を用意してるということは、 皆さんにとってみれば覚えることが非常に多くなったと言えるわけですね。で私が受験生の時はまあ本当にそんなに難所ではなかったんですが今その場合分けが増えたフレキシブル性が増えたってことで逆に言うと全部覚えなければいけませんから覚えることが増えたというふうに言えるわけです。でもちろん、えー、逆に言うとですねそれを覚えれば実務でもだいぶ役立ちますお客さんだって機関設計なのルールなんてわかりませんからもうそれをですね使用調子がああじゃあ あの社長の会社にはこういう機関が必要じゃないですか、えー、非公開にしましょうとかいろいろアドバイスをすることによって使用書士の存在感も増えるということになるわけですね。ということで、えー、ちょっとその会社の大変さということについてお話をしておりますがでは本筋に戻して2ページとりあえず会社の話からしていきますが講義ノート2ページの頭から見ていきます、えー、事業活動から利益を得ることを目的とする主体を企業と言います。 まあ、簡単に言うと金儲けと言いましたが、もちろん、金儲けっていうと悪いようなイメージがありますが、まあ、お金を儲けないと始まりませんから、そのお金を儲ける主体のことを企業と言います。だから、個人事業主、個人商人も企業だし、会社も企業なわけですね。商法、会社法は、この企業の健全な発展のために制定された法律だ。まあ、企業の運営、企業をこういうふうに運営するんだってことが規定されてますが、健全な発展と書いてあります。 健全な発展だから単に金儲けをすればいい、えー、ちょっと大きく金儲けをしてください大きな会社作ってくださいというだけではなくて健全性も必要になりますだからよくブレーキとアクセルと言いますがブレーキもかけてますあそれやっちゃいけませんちゃんと監査してください計算書類広告してくださいみたいな感じで、えー、健全な運営ができるようにブレーキもかけてる規定もあるしあこういうふうな方が金儲けしやすいよね、えー、これ置いていいですよこれやっていいですよ アクセルの規定もありますだから皆さん、勉強するときに健全性を目的としたブレーキの規定なのかもうどんどん金儲けしていいですよ自由を求めるアクセルの規定なのかこういうことを意識しながら勉強するといいですねそこではほら利益の追求は必要です、これがアクセルですよ運営の適正化、これがブレーキですねそのですねバランスを取りながら規定がされているこれがまあ会社法、商法ですよということになります。 で会社法が作られた時っていうのは、うん、まあ世の中規制緩和とか優勢、えーまあ、民営化とかそういうことが言われていた頃の話でもうかなりブレーキが緩んだんですよ。もうどんどんやっちゃっていいよもう日本企業どんどんやっちゃっていいよってことで、えー、アクセル規定が増えたんですねだから平成18年に作られた会社法っていうのはかなり自由度が高いんです。でも ニュースでいろんなこう事件が起こりました。会社の運用が結構まあガバガバになっちゃって、監査も緩んじゃって、もういろんなこう不祥事というものが何とか事件何とか事件なんて形でえ大きな企業なんかでも取り沙汰されてニュースになりました。そこで平成26年それなりに大きな改正があってブレーキをかなり積みました。だから平成18年の初期の会社法はかなり アクセルはあるのにブレーキが緩んでる規定だったんですが平成26年改正でもう社外取締役を置いた方がいいよとかもういろいろですね、えー、ブレーキを積んだ、まあ、こんな方向性も理解しておくといいかなと思います。ということでブレーキとアクセルが重要だと言いましたがもう実はブレーキがかなり緩んじゃってて平成26年でちょっとブレーキを作り直してよこんな感じだと思っていただければいいです。では2ページ株式会社の仕組み。 <laughs> でまずは会社の中にもいろんな会社がありますが株式会社からお話をしていきます何で株式会社からお話をするかっていうとこれが出題の中心だからですで皆さん午前の部が9問出題されると言いました9問のうち大体1問が商法ですだから個人承認とか商行為だとか商法に書いてあることが1問出ます <laughs> まあ大体ですよ で、残りの8問が会社法です。だから、会社法か商法かで言うと、勉強の中心は会社法。で、あとは、会社法8問出るうちの、6問、7問、ほとんどが株式会社。ってことは、まずは株式会社を勉強して、で、残りがマイナー分野、みたいなイメージで結構です。 だからまずは株式会社を勉強しましょうってことです。で、商業登記の期日問題で出題されるのも株式会社ですから、まずは株式会社を勉強しないと始まらないよってことで、えー、株式会社を勉強していきましょう。で、このブレイクスルーテキスト、横から見ると、なんか、章ごとに色が塗ってありますよね。で、1巻目ってなんか、えっ、ー、と、序編というのが全体像。で、第1編が会社の概念で、 であとずっと第2編が続きますがこの第2編というのが株式会社っていう編なんですよ、えー、これがずっと続いています、えー、この39ページから始まる第2編これがずっと続いていきますということでもう株式会社ばっかり勉強していくというふうに思っていただければ結構です まあ下巻に行くとですね2日目に行くと持ち分会社とかそれ以外の会社についての勉強することになりますがまずは株式会社これが永遠に抜け出せないぐらいずっとお話をしていきますということでとりあえず株式会社についてお話をしていきましょう、まあ、商業登記に行くと、まあ、期日問題で株式会社が出る分択一で、まあ、いろんな会社がバランスよく出るんですがとりあえず午前の部の会社に関しては株式会社が中心ということになります では、えー、講義ノート2ページを見てください。では、その株式会社見ていきます。レックも株式会社ですね。株式会社東京リーガルマインですよ。ですから、そんな形で皆さんが目にする会社のほとんどが株式会社だと思います。テレビのニュースなんかで、あるいは CM なんかで、えー、見る会社が株式会社になります。まあ、銀行なんかも株式会社ですよね、普通は。ですから、そんな形でもう、ほとんど、えー、目にする会社は株式会社だと思いますから、試験でも大事になります。例えば、A、これ、 A さんですね一人の人間が事業しようと思った時に企業を立ち上げればよいが個人企業では到底大規模経営は実現できないえ共同企業でもたかが知れているというふうに書いてありますなもちろん例えば A さん私が事業をやろうと思った時に個人で事業をやったっていいわけですよえ個人事業主って形で事業をやったっていいでもちろんそれは一つの選択肢だしもしよしよしだって個人事業主ですよ 私もそうですよですから、まあ、それはそれでいいんですがただ世の中には大企業が必要です例えば鉄道会社航空会社やテレビ局とかもうインフラとして大きな企業がど,うせどっちにしろ、まあ、必要になってくるわけですね。 で鉄道会社なんてすごい規模が必要ですもう鉄道車両1両作るのに1億円とかかかったりしますからであるいはですねもう全国に鉄道を走らせようと思ったらもう土地どんだけ買収しなきゃいけないんだって話になりますよね家1軒買うのに我々の人生大変なのに、えー、もう土地どんだけ買って鉄道走らせるんだって話になりますからすごい大きな規模でやってることが分かるかなと思います。例えば私が鉄道会社を作ろうと思って自分の 貯金をはたいてじゃあ、会社を作ろうと思ったって作ってみたら鉄道模型ですよ、それが関根山ですよ、えー、鉄道会社なんてなかなか作れるものではない、じゃあ、2、3人、えー、仲間集めてやろうっ,たってお前、いくら持ってるいや、100万は出せるかなとか言ったってなかなか鉄道会社は作れないですよ、じゃあどうやればいいのかっていうと、その下、ではどうすれば大規模経営は実現可能なのだろうか、もちろんやらなきゃいいっていうのは一つの答えかもしれませんが、それではインフラが実現できないわけです。えー、日本には 当然ですね世界にも戦っていかなければいけませんから大規模経営が必要だし会社法はそれを応援しているわけですよアクセルで日本企業の力をつけてもらいたいということでアクセル規定を積んでもう大規模経営ができるようにできるようにって形で規定を設けているじゃあそれが株式会社なんですではその下見てください 多くの人から余剰資金を出資してもらえばいいんだこれならば多くのお金が集まり大規模経営が実現可能になるんだよこれを可能とするのが株式会社なんだってことになります自分のお金で大規模経営ができないならば多くの人からちょっとずつお金を出してもらう多くの人からちょっとずつお金を出してもらうこれが株式会社なんですこれは多くのお金を集める 多くのものを集めるときに必ずある発想ですよね募金なんかもそうです1人は10円しか出さないかもしれませんがもう全員の募金が集まれば1億円集まるよみたいなことという形になりますよでドラゴンボールでもそうですよねもう元気玉が一番強いわけですよ多くの人がちょっとずつ元気を集めて、まあ、なんか白謎なんでいいですけどもそんな形ですよですからもうそんな形ですから多くの人からちょっとずつ集めるじゃあどうやって集めるかというと株式を買ってもらうってことになります で2ページの一番下を見てください A は多くの出資者を集めて株式会社を立ち上げればいいんだこの出資者のことを株主または社員といって会社の所有者になります下の図を見てもらうと多くの人がお金を出してますでお金を出して出資をしますで見返りが株式なんですよだからお金を出すっていうよりは株式を買う会社は株式を売るってことですね えー、とというこで例えば私が会社を作って多くの資金を集めようと思ったら例えば私が信頼できる人間であればあ,あの人が会社作るんなら儲かるぞってことで株式を買ってくれるんです買います買います投資をしますってやつですよねでそうすると分かりましたじゃあ10株主になってください10株で100万円ですみたいなあじゃあ私20株買いますじゃあ200万ですなんて形でお金が集まってこれで大規模経営が実現できるんだ ということになるわけですこれが株式会社の仕組みですよということになりますで、皆さんはどうしてお金を出したのかというとあいつは今1株10万で売ってるけれども多分大企業に成長して1株の価値が2倍3倍10倍になって 儲けけるるることがでできるぞっててお金を出してくれるわけですねだからお人よしで出してくれてるわけではなくて、えー、もちろんあの人が信頼できて株価が上がるのであればじゃあお金を今から出しておこうかなって形でウィンウィンの形でこう投資をしてくれるわけですで皆さんが例えば株主で私が A さんだとすれば皆さんがお金を出してそのお金で作られた会社ですから当然会社の所有者は誰かっつったら株主なんですよ。 だから会社法を理解するときにまず大事なのが、会社というのは株主の共有だと思えばいいですね。民法的には、例えば20分の1、5つの共有みたいな形になりますが、会社法でも株主の共有財産、株主がの共有財産、つまり誰が所有者か株主です、所有者がいっぱいいますから共有ですみたいな感じでまずは理解してください。 取締役とか社長というのはその株主から運営を任されてるだけであって誰が所有者かといったら株主なんだというイメージをまずは持ってください3ページを見てください、過去2番、所有と経営の分離これが株式会社を理解するときのキーワードですが株主には経験はありません。株主は投資家お金を出しただけであり 株価が上がればいいなっていうだけであって経営のノウハウもやる気もないですねそこで経営は株主たちの選んだ専門家に任せることになりますつまり株主の集まりである株主総会で取締役を選びその人たちに経営を任せるんだということですねだから株主たちっていうのは皆さん株式投資をして株主かもしれませんがうん株主の人たちって何をするかっていうと会社の会議室に行ってうちの僕の 会社だから僕が口出しますとかいうことは言わないわけですよ、日常的に。株主総会という年、ね、1回ぐらいの集まりがあって、そこで、えー、じゃあ会社の運営は取締役に任せますって言って、取締役の人選を選挙みたいな形でやるわけですよね。で、その任された人が専門家として、で、私が会社を運用しますって形でやってくれるわけですよ。これが えー、所有と経営の分離です所有をしているのは株主たちですが運営をしているのは取締役とこういうふうな分離が成立しているんだということになりましたでまたこのことから株主には個性がないことも理解しておこう株主はお金さえ出してくれれば誰でもいいんだで会社を理解する時のいろんな大事なです、ね、一番土台の部分の発想を話をしてますが株主には個性がない。 株主には個性がないこれも重要な理解の一つの土台になります例えばうちの会社皆さんこの教室にいる人たちが株主ですがたくさん株主の方たちがおりますね個性ないんですよ誰でもいいんですお金さえ出してくれれば誰でもいいんですだって皆さんが経営するわけじゃないから皆さんに経営能力も何もいらないんでわけですよ皆さんがお金持ちかどうかも関係ありません もう10万出してくれればいいだけですから10万出していてくれればいいですお金出してあくれればいいわけですよでこちらとすれば別にもうお金出してくれたんだから誰だっていうわけです株主総会で多数決で賛成取れればそれでいいわけですよ中にはうるさい株主がいていちいち発言して面倒くさい株主もいますでそれはむしろ望むところではありませんもう経営のやる気だっていりませんとりあえず これででいいですよ、ね、って言って賛成してくれればそれでいいとえこういうふうな、えー、ことなんですよね。ってことは1つ言えるのが皆さんが大企業の株式を持っていてあそろそろなんか値崩れしそうだから売ろうかなって言った時に誰も止めやしません株主には個性がないから譲渡自由なわけですよね。 だから皆さんが株式を売りましょうつ言ったときにその会社はいやあなたに言ってくれなければ困るんだうちの所有者はあなたが握ってくれないと困るんだって止めることはまずないわけです。え株主には個性がないよだから譲渡自由だし会社からしてみればお金さえ出してくれれば誰でもいいんだ、まあ、こんな発想で会社が成り立っているんだよということをまずは理解をしていただければというふうふに思います。で4ページ見てください えっとこれがまあ会社のまあ簡単な仕組みですが今やったのが株主がいて出資をして株式会社が成り立ってるんだよで運営するのが株主総会で選ばれた取締役ですよここまでやりましたでは戻っていきましょう3ページ かっこさま、配当株主は経営を専門家に任せるが利益が出たら利益配当をもらうことができるこれが目的で出資をしたんだというふうに会社法的には考えてますもちろん出資をした本来の目的は皆さん違うと思います値上がる株価が値上がるとか、えー、あるいはですね株主としてなんかお土産がもらえるとか いうことかもしれませんけれども一応会社法的には利益配当がもらえる利益配当がもらえるこれが株主の権利ということになっていますこれはあのお土産株主優待の話ではなくて利益配当というのが会社法上出るんですねえつまり会社っていうのは株主たちがお金を出して作った会社なんだから皆さんいいですか例えば これ不動産を3人で共有してるようなもんですよ。10人で会社を共有してるようなもんですよ。その不動産を賃貸して利益が出たら、もちろんそれは所有者で分けますよね。所有者みんなが賃貸人だから不動産の。不動産を3人で賃貸して6万の家賃が稼げたら2万ずつもらえますよ。それと一緒で利益が出たら利益配当って形で株主がもらえるんです。 だから株主は会社の収支者としていることができるんだよだって俺たちがお金出したんだからお金出した人のところに利益がいくもちろん取締役は報酬って形でもらうことはできますが株主から報酬を出して依頼されて会社を運営して利益が出たら利益を株主に渡すとこれが利益配当ですよね、まあ、こんな形で押さえておいてください では、えー、ちょっともう少し進めましょう3ページに戻ってください括弧4番間接有限責任さあこれがまたすごい重要な考え方で間接有限責任っていうのは何かっていうと株主は株主となるにあたって出資をする義務を負うだけであり会社債権者に対しては何らの責任も負わない、えー、これを間接有限責任と言います 会社には責任を負いますが、債権者に直接責任を負わないよってこと。えつまり、会社債権者は会社に対しては請求することができるが、株主には請求することができない。4ページの図を見てもらうと、債権者は会社には請求することができますが、株主には請求できない。株主には請求できないというふうに書いてあります。さあ、そこですね。これが間接有限責任です。間接責任というのは、 債権者に直接責任を負わないってことこ直接の責任を負わないだから間接責任ですでもちろん会社の所有者なんだから責任を負わなければいけませんが画面にも今出しましたけど図を見てもらうとおり株主は会社に投資をしてお金を出して出資をして会社が債権者に責任を負います。 直接請求はできませんよということで直接責任は負いません間接責任しか負わないんだということなんですね。会社が取引をします。 取締役が当然会社を代表していろんな取引をしていきますでその時にいろんな債務を負ったりもしかしたらうんまあ債務不履行になるかもしれませんがその時に債権者がお前がお金出しててお前が利益もらってんだからお前が責任取れよって直接請求することは大株主に対してもできないんですね会社に対してしか請求することができないんだこれが間接責任です でもう一つ有限責任これを合わせて間接有限責任と呼ばれます間接責任というのは債権者から直接請求されないよってことが間接で有限ということについては何かっていうと反対言葉はもちろん無限ですよね無限有限の責任しか負わない無限の責任は負いませんよということになるわけですじゃあその有限というのはどれぐらい有限かというと 株主、株式の値段です。例えば、私は10株主になります。100万出しますってなると100万出しますよね。この出した100万の限度でしか責任を負わないっていうこと。例えば、会社が超債務を負ったとします。もうお金を払い切れないほど債務を負ったとします。で、例えば、 よく国民一人当たりの借金はいくらみたいな言い方がされますがじゃあ会社がすごい赤,赤字というか債務を負った時にすみません、株主に換算するとうちの会社100人株主がいますからもう一株当たり一人ですね、えー、50万追加で出してもらわないとお金払えなくて債権者が金払え、金払えって言ってるから一人50万ちょっと出してもらうことになりますみたいなそういうふうに責任を 負わされることないんですよもう出したお金の範囲でしか責任を負わない。だから私は10万出しましたよって言ったらもう10万の範囲でしか責任を負わないということですね。間接的に会社を通してしか責任を負わないし出した出資の範囲でしか責任を負わないんだということになるわけです。だから一番最悪の責任はこれ。皆さんが10万出しますよね。私の会社は10万出します。で、会社の運用がうまくいかなくて会社は 多重債務負いましたで例えば会社が潰れちゃったとしましょう皆さんどんな責任を負いますかって言ったら出した出資の範囲内でしか責任を負わないということは出したお金が返ってこないこれが最悪の責任です10万の範囲内でしか責任を負わないってことは10万円出したら10万円が返ってこないってことはあるわけですでもそれ以上の追加でお金を出さなきゃいけないよって話にはならないんだ ということになるわけですね。これが間接責任です。あ、有限責任です。出した出資の範囲内でしか責任を負わ,わないんだよ。で、会社法的には、間接有限責任って言ってますが、さらに突き進めて言うと、これ半分嘘で、株主には責任がない。株主は責任がない。これが本当のところです。なぜかというと、後でやりますが、出資をしたら、 株主になる前に払い込みが必要になります。設立の局面でも、募集株式の発行の局面でも、株主になろうと思ったら、株主になる前にお金を出す、履行する責任っていうのが後で出てくるんです。ってことを考えると、私は10万の範囲内で責任を負いますって言っても、その10万はすでに株主になる前に払い済みなんですよ。ってことは、それ以上責任を負わないってことは、株主は責任がないんです。 何もさえも必要もありません。もうお金は出してますから。 ってことで、株主になろうとするときに、すでに実は払い込み済みなので、株主になってからはそれ以上責任は負いませんというのが実は正しいことなんですね。だから、間接有限責任とは言うけれども、じゃあ株主は何か責任を負いますかって言ったら、い負う責任についてはすでに履行済みだから、これ以上責任はないですよというのが正しい姿ということにはなります。とにかく、間接有限責任という形で抑えてください。では、なんでこんな間接有限責任みたいな株主を甘く見てるのか まあそれ皆さん投資家っていうのはこれでも大変ですけどね100万出して100万返ってこなかったら大変ですから100万が50万に値崩れしたとかこれだと大変ですから、まあ、それはそれで大変ですよでも世間的には甘い責任ですよね債権者が会社に請求したいのに会社の所有者だら株主には請求できないわけですよなんでこんな甘い責任で許しているのかっていうとこれがアクセルですその下を見てもらうと4番 だから株主は安心して出資することができる大規模経営実現のための規定といえるんだということですね。何回も言っている通り鉄道会社 まあ鉄道会社にこだわってるわけじゃないですが鉄道会社のインフラが皆さんだってこのレックの影響渋谷に来るためには鉄道に乗ってきたでしょ鉄道がなかったら皆さん渋谷にだって来らんないわけですよだからどうしても日本社会を活性化させるためには大規模経営の会社がいかんせん必要でそういう会社を作る方向性に行かないといけないアクセルとして必要だだったら株主にお金を出してもらえるシステム安心してお金を出してくださいってシステムが必要なわけです 株主の皆さん、安心してください。投資家の皆さん、安心してください。出した範囲内でしか責任を負わないですよ。あ、大丈夫大丈夫。債権者が直接請求しに来ることもありませんからって言ったことによって、安心してお金を出せるシステムを作った。そうすると大規模経営を実現できる。で、世の中のインフラとして大企業が立ち上がる。だから日本の経済が活性化すると。こういうことになるわけですよね。 とということで投資家の皆さんに出した範囲内でしか責任を負わなくていいですからお金をどんどん出してくださいねタンスの中にお金余ってるんでしょと投資できるお金あるんでしょそれを投資してもらうことで大規模経営が実現をできるんだからお金を出してくださいみたいなシステム作りとして間接有限責任というのを採用しているんだということになります。よろししいででょうかで これでアクセル規定として株主の皆さんは会社の所有者であるにもかかわらず会社がうまくいかなかった時の責任なんて負わなくていいんですよみたいなアクセルをふん、えー、アクセルを用意してるんですがアクセルがある時には当然ブレーキがなければ一方通行の暴走列車になります。ブレーキを積んでおります。誰に対するブレーキなのかって言ったら4ページの図を見ていただくと明らかに債権者が 不利益を被るようなシステムになってますから、債権者をどうにか保護していかなければいけない。だって債権者は会社の所有者である株主にお金を請求することができないんだから、まあ確かにそれは、うん、投資をしてもらうっていう意味ではいい規定かもしれませんが、債権者が犠牲になるのはよろしくないです。会社と安心して取引をできるようにするためには、3ページの1番下、カッコ番、資本制度。 これが必要になります。だからこれは債権者を保護するためのブレーキですよね。間接有限責任というちょっと暴走気味のアクセルを用意しちゃいましたから、じゃあブレーキとして資本制度というのを作りましょうということで作られたのがこの資本制度になります。会社債権者は会社財産にしか請求することができない。株主の財産と会社財産は春別されてるんだと。で、 多くの人からちょっとずつお金を集める多くの人からちょっとずつお金を集めるとか言いながらも世の中の企業のほとんどはそういう理想論から成り立ってるわけではありませんもちろん上場されてる大企業はこういうシステムこういう思想で成り立ってますが世の中のほとんどの企業というのは家族経営なんかで家族でお金を出してちっちゃな会社を作ってるわけです。その時に再建者は 会社にしか請求できないってなったらなんか損した気になりませんおいおいあの父ちゃんいい車乗ってるけどなんで会社財産にしか請求できないんだよってことになっちゃいますよねですからこれは債権者を保護する必要があります会社の財産と その大株主の財産なんかも区別されてますからほとんどあいつのお金から成り立ってる会社なのにあいつの個人財産に手を出せないのはおかしいじゃないかってことになるわけですそこでその下見てください会社債権者保護のために会社に一定の財産がプールされている必要がありますそのための制度が資本制度だってことになります会社は一定の資本金の額を定めその額をプールしておかなければならないこれが債権者の拠りどころになるんだよってことになりました 4ページを見てください資本金があります資本金というのを聞いたことがあると思いますがこれは今言ったように株主が間接有限責任しか負わないことから債権者を保護するために会社に一定の財産が必要だよねっていうことで生まれた ものなんですねだから会社は資本金というのを用意して会社債権者のために一定の財産をプールしとこう一定の財産をプールしとこうこういう仕組みが資本制度とということになりますそこで会社に存在するのが資本金というものになりますあ あの会社には資本金が何百億もあるから、安心して取引ができるぞ。こういう状況になるわけですね。ただ、これも平成十八年の会社は結構緩んでいて。平成十八年まで。旧商法時代というのは、株式会社であれば。最低資本金一千万。家族経営のちっちゃな会社も。 1,000万は資本金を用意しなければ株式会社は作れなかったんです今はもう10円でも1円でもいいですよまあそれであの大きな取引をして会社の登記簿見られて「あんだあの会社は資本金10円じゃないか」っつってまあなんかあの信頼がなくなるっていうのは別,も別の話ではありますが理論上10円でも100円でも資本金 OK です ということで、えー、まあ資本金という制度があるとは言ってもちょっとアクセルがブレーキが外れてますから、えー、資本金10円でも100円でもいいですよ、えー、ルール上はもうそこブレーキ外しましたその分、えー、自分たちで資本金決めて信頼されたければ大きな資本金用意すればいいんじゃない、えー、信頼されなくていいならばちっちゃな資本金でもいいじゃないってことで家族で会社を作ろうみたいな仲間内でちっちゃな会社を作ろうみたいなそういうですね要望にも応えようとしてます。で 株式会社って何が難しいかっていうと、あの家族でやってる小さな会社も株式会社だし、えー、もう大きな上場されているようなテレビで CM やってるような会社も株式会社なんですよ。それを一つの法律で規定しようっていうところが難しいわけですよね。だから、まあよく言われるのがもうメダカと。 それからもうマグロですよね、えー、魚の飼い方みたいな本の中に小さな魚から大きな魚まで全部まとめて書いてあるようなもんですよ、餌のあげ方っつって、ミ、えー、じんコあげましょうって書いてある次の行には何トンもの餌が必要ですとか書いてあって、なんだこれっていうそういう難しさが会社ではあるんですが、まあ、とにかく小さな会社が作れるように資本金っていうのがもう1円でも10円でもよくなったよというところではあるわけですと、まあ、とにかくまあ資本金ってシステムがとりりああえずあります。 ではそのあたり見ていきましょうかということで4ページの図がとりあえず説明し終わったかなと思います、まあ、これをまずは会社法の株式会社の仕組みとして理解をしていただければと思いますでは講義ノートを5ページの方に進んでくださいで括弧六6番株式と書いてありますが株式とは均一に細分化された割合的単位の形を取る株式会社の社員たる地位のことだというふうに書いてありますちょっと重要なのは 割合的単位ってこと。均一に細分化された。均一に細分化された割合的単位だってこと。で、うん、株主の地位というのは会社の所有者だということではあります。で、会社の所有者だってことは会社は株主の共有財産ではありますが、民法的な共有であれば、僕はもちろん1000分の15だよとか、もういくらでも分けることができますが、 株主の地位というのは均一に細分化されましたから単位とすれば俺は10株主だ俺は100株主だこういう単位しかないってことなんですねこれが均一に細分化された割合的単位ってことですだからうちの会社が1000株発行してる時に100株持ってるよとか10株持ってるよっていうふうに細分化された均一な単位で表現することになりますこれが株式ということになりますね でその株式を持っている人が株主ということになりますが株主の権利は次の権利がありますということでもちろんいろんな権利がありますけど剰余金の配当を受ける権利財務・財産の分配を受ける権利株主総会における議決権なんて形になりますこれが株主の重要な3つの権利ということになりますなぜこの3つが株主の本質的な権利かというとまず剰余金の配当を受ける権利 こののの金というのは利利利。益益です。利益配当を受ける権利だって株主がお金を出して会社を作って儲けは株主儲けは株主これが会社の本質ですよねだからもちろん利益配当を受ける権利っていうのは株主の本質的な権利の一つになります何で利益配,の配当のことを剰余金というのかというと 4ページの、まあ後でまたやりますが、えー、資本金との絡みなんですけど、えー、資本金との絡みで、えー、この利益相手のことを剰余金と言いますそれはまた次のページでお話をしますあとは残余財産の分配を受ける権利というのは会社が解散した後に会社に残った財産は誰が誰で分けますかというっ株主で分けるってことなんですなぜかっていうと株主がお金を出して作ったんだから会社が解散して 生産し終わった後に残ったお金は株主で山分けするでしょって話になりますう株主総会における議決権まあ、日常的な会社の運用については取締役に任せてますが一番大事なことこれについては株主たちが決めます例えば誰に任せるかとか定管という会社の根本規則を変えるんだとかこういうのはもう株主が口を出さなければ変えることができませんだからまずは株主総会で議決権があるんだよ 運用する一番大事なことについては株主たちが決めるんだって権利があるんだよってことになりますだからこれがもう株主の一番大事な権利だよってことになります。丸3番見てください譲渡株主は急にお金が必要になった場合に出資したお金を返してもらうことができるんだろうか実は原則としてできません債権者保護のために一定の場合以外は10下書の解消を認めてないんです。 例えば、お金をみんな出しました。で、株主たちが、ーちょっとですね、えー、出したお金を返してほしいということになって、返してもらえることになったら、会社のお金なくなっちゃうじゃないですか。そうすると債権者保護にもなりません。だから株主の皆さんっていうのは、一回投資をしたらもうお金返ってこないんです。会社が解散するだとか、特別なことがない限り、あとはまあ、そういう、 株式もありますけれども、後でやりますがで、基本的には10日の回収は認めてないと思ってください。では、皆さんがお金を出しました。で、株価が。 上がるかなと思って株主になってるんだけれどもいやもう上がらなそうだしもうなんか家でお金必要だしお金返してほしいんですよねって言ったって実は会社にお金を返してくださいっていうのは無理なんですだってそうすると資本に穴が開いちゃいますから資本に穴が開いてしまうと、えー、会社にお金がプールされてない状態になってそれは債権者の保護になりませんから出したお金は返ってこない出したお金は返ってこないってことになります じゃあどうすればいいかっつうと。そこで株主の10日市を回収のため、株式の譲渡は自由にできるのが原則です。株式を売買することができるんだってことで、皆さんが10万円返して欲しければどうするかって言うと人に売るしかないわけです。これが株式の譲渡で前のページでやった通り。 株主の個性は重視されませんから株式の譲渡というのは自由に行うことができるわけですだから皆さんは証券会社でじゃあ株式を売りましょうなんてことができるんだよということになりましたののののの回収いいうのを認めてなででできるのは株式の売買ですだから株式を譲渡することはできるけれども会社に対して「すいません株式を買い取ってください」みたいな感じで請求することはできないんだと押さえてください ただこれは上場企業なんかを中心とした理屈ではありますが、ただ、日本の株式会社には、家族経営や閉鎖的な会社も多いことから、定款で譲渡制限規定を置くことが許されています。会社の承認がなければ株式は譲渡できませんとか、こういう規定を置くことができます。 でこのような譲渡制限規定のない会社のことを公開会社と言って譲渡制限規定のある会社のことを公開会社やない会社非公開会社と言いますあのちょっと正確な定義はこれからやります 例えば種類株式発行会社で一つの種類には譲渡制限があるんだけどももう一つの種類には譲渡制限がないよみたいな会社のことを後でやりますがとにかく全ての株式に譲渡制限がくっついていてうちの会社の株式は譲渡できませんって会社のことを非公開会社って言うんですでこれを例外的に置くことができます。例えばおお父さんとお母さんんとと母娘 3人家族が株主になって会社を作るみたいな家族経営の会社もあるんですよ。でそうするとですね、じゃあ株主総会開きましょうって時に大体その株主総会って言ったって家族が集まってガストで食事をすれば株主総会ですよ。でこういう会社がほとんどまあ多いわけです。まあ作ることができるわけです。でそういう会社家族経営の会社の時にじゃあ反抗期の娘がですね株式を なんか悪いやつに売っちゃって株主総会の中に第三者が紛れ込んでなかなか運営がうまくいかなくなりましたってことになったら困るじゃないですかですからそうならないように会社の承認がなければ株式は譲渡できませんって規定を置くことができるんですねこれが譲渡制限規定と呼ばれていて定款に入れることができる定款に入れれば株主の株式の譲渡っていうのは自由に行うことができなくなります で先ほど株主には個性がないと言いましたがお父さんとお母さんと娘が株主ですっていうことであれば十分個性的な会社ですよね娘が株主じゃないと困るんだお母さんが株主じゃないと困るんだよそ者が株主だったら困るんだというふうにこういうふうに株主に 個性があるような会社であれば譲渡制限規定を置くのは理にかなっていてうちの会社は会社の承認がなければ譲渡できませんよって規定を置くことができます原則的には株主には個性がなく譲渡は自由ですがうちの会社の株主には個性があるから譲渡されたら困るんだよっていうのであればこの譲渡制限規定を置くことができる非公開会社にすることができるというわけなんです よろししいでしょうかでだから大規模経営を実現しようといっても実際には家族経営の会社とかあとは税金対策で作ってるだけの会社なんかも世の中には多いですから、まあ、そういう会社の場合にはこのように譲渡制限規定を非公開会社にすればいいでしょうという話になります。で今会社の勉強して まあ大規模経営を実現するんだというのは会社の目的でもう例えば上場されているような大企業などをですね念頭においてお話をしてますが実は世の中には例外的なこの譲渡制限規定を置いている会社も結構多くありますどれぐらい多くあるかというと実はそっちの方が断然多い。 原則的には譲渡制限を置かないのが原則だと言いましたけど実は世の中の90何の会社は譲渡制限を置いてます非公開会社ですだから実は原則と例外が入れ替わっていて大規模経営を実現するために会社ってな、まあ、株主の個性はないんですよというのが原則と言いましたが実は。 実務的にはそっちのが例外で本当ひき一握りの会社がもう例えば上場して取引ができるのであってほとんどの会社は取引なんかできない、えー、公開されてないそういう会社のが多いですこの受験法律の受験業界だっていろんな株式会社が学校を作ってますよ。東京リーガルマインド レックですよ、ねえー、まあ伊藤塾だとかタックだとか辰巳法律研究所だとかみんな株式会社だと思いますが皆さんが株式を買えるのはタックさんだけですからねですからもうほとんどの企業というのは株なんか買えないそういう企業ばかりですよですから、まあ、実際にはですねこの譲渡制限会社っていうのが世の中のほとんどだということで実際には会社の規定の原則と例外が入れ替わっているというふうに思っていただければいいだろうと思います。 でではいきましょうかというかととこ、まあ、会社を勉強するときにはですね上等制限規定を置いて非公開会社にすることができますよというふうに勉強するんですが、まあ、世の中のほとんどは非公開会社だというふうに思っていただければ結構です。であとはもう最初からいろいろお話をしなければいけませんが、えー、非公開会社って私は言いますし世の中の方にもそう書いてあります。 でも非公開会社って言葉は法律用語ではありません会社法では2つまあ公開会社って言葉は定義するんですよでも非公開会社じゃない会社のは名前つけませんから公開会社でない会社って言います取締役会設置会社とは言いますで取締役を置かない会社は取締役会を設置会社でない会社って言いますね だからそういうふうにです、ねえーまあ、二項対立の片方しか名前付けませんから、まあ、非公開会社という名前は、まあ、学問上はよく言いますけれどもそういう会社名があるわけではなく公開会会社社でないいと法律上は言います、まあ、閉鎖会社とかそういう,う名前付けてくれればいいんですがそういう名前はつけませんので公開会社って名前は定義としてはありますがあもう片方は公開会社でない会社と言いますね。 では次に行きましょう。で、次です。今度は、えー、5ページの下、括弧7番、資本です。丸1、意義。資本とは、会社財産を確保するための基準となる計算上の数学。わかります資本金って、実際に会社にあるお金のことではなくて、計算上の額のことなんです。架空の額なんです。 どういうことかっていうとこれ貯金箱だだと思ってください資本金1,000万ということは1,000万円の貯金箱がある1,000万円の貯金箱があるってことはまあ皆さんもですね家に 500, 万500円玉で10万円貯まる貯金箱っていうのがあるかもしれませんがその10万円貯まる貯金箱があるからといって10万入ってるとは限らないですよねだからあくまでも計算上10万円貯まる貯金箱なんですよ あくまでも資本金っていうのは計算上の額なんだ。だから、1000万とか、1億円とか、こういうふうに、ん、資本金というのが登記簿を見ると書いてありますけれども、じゃあそれが、実際にこの会社って1億円あるんだ、あるいは1億円しかないんだってことではなくて、計算上1億円の貯金箱が置いてあるってこと。だから貯金箱は1億円かもしれませんが、実際の会社財産は100億円あるかもしれませんし、 1>, 1億円の貯金箱があるかもしれませんが貯金箱がスカスカかもしれませんよだからあくまでも計算上の数学貯金箱が1000万だということなんです講義ノートの6ページにいってくださいで いくら計算上の数学、貯金箱が1000万って言ったって、貯金箱が置いてあるだけでは、債権者の保護になりません。えー、ですから、貯金箱を満たす仕組みを作った。これが資本原則です。株主は間接有限責任しか負わない。だから、会社債権者のために、会社財産を確保することが必要になります。そこで、資本制度を採用し、 資本に対応する額つまり、えー、その資本金が1000万円であれば1000万円は会社に現実にお金があるような仕組みを作りましたこの仕組みが資本原則ですってことになります資本原則には資本充実の原則資本維持の原則資本不変の原則の3つがありますでは一つ一つ見ていきますまずは資本充実の原則 資本充塞の原則とは、資本の額に相当する財産が現実に会社に拠出されていなければいけない原則のこと。発行価格全額の払い込みの規定などがその表れと言えます。例えば私が1000万円の会社を作ろう。資本金1000万円の会社を作ろうと思ったら、1000万円が払い込まれていないといけないんです。例えば今回、そうですね、100株発行して1株10万円で、 1000万の会社を作ろうと思ったら1000万払い込まれていなければ1000万円の資本金を用意することができないだから貯金箱とは言いましたけど用意した時には満たされてるんです会社を設立する時には株主はお金を出してそのお金を出して例えば1株、えー、10万円で えー、100株発行しようということで1,000万円払い込まれてるから1,000万円の貯金箱を用意することができるというふうに、えー、これが資本に相当する額を現実にお金として、えー、あるいは現,現,現物出資として出してもらわなければ資本金用意しちゃいけないからねという原則が資本充実の原則になりますだから先ほど言った通り。 株主は事前に払い込み済みなんです資本充実の原則があるってことは僕は株主になるけど後払いねっていうことはできないんですよ株主になる時には必ず株主になる前に払っとかなければいけない資本充実の原則があるからです株主が原則払ったお金が資本金になるわけでそのお金を 出してもらわなければ賞金作れませんから株主は設立する時とか株主になろうとする時にはお金をすすででに払い済みなんですだから株主になってからお金を払わなければいけないってことにはならないので厳密に言うと間接有限責任っていうのは株主になる前には払い込み済みなので株主になってからは責任ないですよというふうにも言えるっていうのはこの資本充実の原則があるからなんですね。 だから確かに間接有限責任というのは間違った原則ではないですが間接有限責任と資本、充実の原則これを合わせることによってあ株主というのはもうすでに出資済みなんですね履行済みなんですねというふうに言えるわけです。では次 あのこうやって貯金箱がありますね、えー、一番さこれ貯金箱あの、水が中に入ってるお金ですが、もう満たされてなければいけないと言いました、でも、一番最初満たされていたって、飲んじゃえば減りますよね。 だから、勝手に使っちゃいけないって原則が、いの資本維持の原則です。一番最初満たされていたとしても、あんだよ、バカすか使っちゃったら、配っちゃったら、なくなっちゃうじゃねえかってことで、一番最初充実してればいいわけではなくて、会社が運用されてる間、維持されていなければいけないよっていうのが、資本維持の原則です。資本維持の原則とは、資本に相当する財産を会社に保有しておかなければいけない。利益配当で、 株主に資本金を配っちゃいけないってことです1000万の貯金箱がある1000万の資本金があったらこの1000万は利益配当として手をつけちゃいけないんです例えば会社に1100万財産があって資本金が1000万円であれば100万円は 貯金箱に入りきらなかったお金ですよね。これは会社にプールしておく義務はないので、株主に利益配当として配っていいんです。 もちろん、え、利益配当として配らずに、すいません、株主の皆さん、うちの今期の利益は配当しないで、え、ちょっとですね、え、視点を作ることに回して、規模を大きくしますっていうんだって、まあ、それは株主が納得すればそれでいいんですよ。利益が出たからといって、株主にすぐに配るというのが特策とは限りません。株主の皆さんが、ああ、目先の利益よりは、会社の事業のために使ってよっていうんだったら、それはそれでいいわけですよ。だから、まあ、配る必要もないですが、 株主がじゃあ配ってほしいって言ったら配る,配ることになりますがこれが利益です。ちょっと待って。ってことはこの利益っていうのは資本金に手をつけては配ってはいけないので資本金からあふれたお金だけが利益として配ることができるだから資本金に入りきらなかった剰余金って表現をするわけです。 ってことで前のページなんで利益配当のことを法律は剰余金の配当というのかというとこれは資本に入りきらなかった剰余のお金だから剰余金というわけです。 まあ実際には今簡単にお話ししてますよ、資本金とか準備金とかいくつか貯めておかなければいけないお金があるんですが、そこに入りきらなかったお金ってことは、剰余金、5ページの2番の A に書いてある剰余金ですね、利益配当のことを剰余金っていうのは、資本金に入りきらなかったお金だから剰余金というんだよということになります。で 貯金箱におお金金を満たしておかななけければいけない貯金箱の中のお金を勝手に使ってはいけないということで資本維持の原則が要請されておりますただ世の中の会社っていうのは資本欠損状態の会社も多いですまあ多いかいかともかく資本が欠損しちゃってますそれはどうしてかっていうと資本金っていうのは会社にお金で存在しなければいけないわけではないんですもちろん 出資をしてもらうときには、払い込んでもらうときには、お金かもしれませんが、会社に1000万のお金がなきゃいけないとは言ってないんですね。会社に資本に相当する財産がなければいけないって言ってます。だから、1000万のお金を、じゃあ、機材を買おうとか、土地を買おうとか使ってもいいんですよ。その土地が会社にあればいいわけです。だから、1000万のお金とは限らず、1000万に相当する財産があればいいんですね。 だから1年に1度計算種類作ってその財産があるかどうかチェックするわけですよ。で株主の皆さんに承認してもらうわけですよ。だ貸借対照表とかが、あのー、資料として送られてくると思います。株式投資をしてる人は。そうすると、えー、資本金相当する財産が何とかでいくら何とかでいくらとか書いてあるわけですよね。あ資本金あるねってチェックできるわけです。お金でなければいけないわけではありません。で、資本が欠損している状態の会社っていうのは、例えば、えー、不動産で。 財産を持っていたのに不動産が値下がってしまえば当然資本は欠損します1,000万の貯金箱があるのに財産が全部目減りをしてしまって1,000万ではなく800万しか入ってないんですよね利益はもちろんありません資本金すら欠損してますこんな状態の会社もありますそれはほら使ったわけではないですけど勝手に蒸発して目減りしてしまうことはあるんだってこと。 だからいくら利益配当をしてはいけませんと言ったところでそれはわざと使うわけではないですが財産が勝手に目減りしてしまうことはあるので資本が満たされてない状態の資本欠損会社っていうのはあるんですね使っちゃいけないとは言ってますが目減りしてしまうことはありますから事業に失敗することはありますからだから資本欠損状態の会社っていうのはわざと利益を配当して使っちゃって欠損するってことはありえないんですが目減りして えー、欠損してしまうことはしょうがなくあり得るわけです事実上あり得るわけですよろしいでしょうか勝手に使ってはいけませんよってことなんですねだから利益っていうのはちゃんと儲けないと配当できないんです だから経営に失敗したりすると利益が出ませんそうすると株主がうるさいですよね。ああ今期、A、B さんに取締役任していたのに利益出ないじゃないかともう B さんなんか経営うまくないんじゃないのえじゃあ次取締役は別の人にしましょうなんて形で、えー、株主総会で退任させられてしまうことがありえます。だから取締役経営陣は 経営、ね、うまくいってるんですよほら利益も出てるでしょ今回も利益たくさん配れますよって株主を納得させるそのために粉飾決算をしてしまうわけですよ利益が出てないのに利益が出たといった形で会社の経営を、まあ、計算を粉飾をしてしまって剰余金あるでしょなんであそこまで粉飾をするのかという一つの目的は株主 たちかかかららら任されれてしててをしまますすうくくいかなな首を切られるのが嫌なわけですよねだからそんな形で粉飾をして株主を黙らせるということをやってしまうというのもこの資本維持の原則をどうにかクリアしたいということですよねでは「う」です資本不変の原則これはもう一つの資本原則でいくら貯金箱がいっぱいじゃなければいけないってあって裏技が一つあります 貯金箱を小さくしてしまえばお金が勝手に溢れてきます。1000万円の貯金箱を用意してるから800万しかお金がなければ上益の配当できないわけですよ。でも資本金を500万にすればどうなります ?300 万溢れるんです。だから資本充実の原則、資本維持の原則を守りながら利益配当ができるためには資本ちっちゃくしちゃえばいいということになりますがダメだよ勝手にちっちゃくしちゃう 債権者困るでしょっていうのが資本不変の原則になります。資本不変の原則とは自由に資本を減少することを許さないという原則のこと。厳格な手続きを経なければ資本の減少は許されないんだ。例えば資本減少の厳格な手続きとすれば株主総会決議を開いて債権者保護手続きを取らなければ資本金っていうのは減少できないよっていう厳格なルールが存在します。よろしいでしょうかね。あとはえ6ページ カッコ8番「機関」と書いてありますが株主総会が株主たちの集まりそれからそこから運用を任されているのが取締役で取締役たちが集まった会議体が取締役会というところですね、まあ、それぐらい分かっておけばいいかなと思いますあとは、えー、取締役がちゃんと会社を運用しているかどうかは見張る機関として監査役というのがあるんだ、えー、ま,まずはここのぐらい軽く押さえておけばいいかと思います では、まあ、そんな形で、えー、株式会社のですね大雑把な理解というところで見ていきましたでは、いよいよ、えー、テキストの方に入っていきたいと思いますでは、えー、と3ページ以降ですねいろいろ書いてありますがでとりあえずは えと24ページまではパスをしておきましょうそんなパスしちゃっていいのかと思うかもしれませんが、まあ、ここは本来あのテキストに存在しなかった部分ですので大丈夫です、まあ、読んでみればと分かりますが6ページの2段落目っていうんですかね6ページの上から2つ目の文章のブロックのなおの5行目ぐらいに反町かつおって名前が出てきてこれを発明したのも 私ソリマチカツオですって書いてあります。誰だが知ってます？これこれレックの会長ですよ。えー、今の社長があの社長になる前の社長ですね。仙台の社長で、あ要はあのあれですよ。会長が会社法に対する熱い思いを書いたのが26ページまでですから、ぜひあの読んでいただければいいかなと思いますが、あの大丈夫です。27ページ行きましょう。 なんかね、いろいろ勉強の仕方を開発したのが私ですみたいなこと書いてありますから、ま、ずぜひ読んでいただければいいんですが28ページ以降会社の概念というところからお話をしていきたいと思います。で28ページまず漢字の1番定義の前に2条、まあ、条文が書いてありますが。 この2乗というのがう、まあ、ちょっと大事な条文でちょっと6方で引いていただければと思いますがで用語が分からなくなったら2乗に載ってます。 用語が分かららななくっったら2条に載ってますこの2条というのはタイトルが定義ですねだからこの法律において次の覚号に掲げる用語の意義は当該覚号に定めるところによるって書いてありますさっき言った公開会社って定義も2条の第5号に規定されてますこのように、えー、特殊な言葉はこの2条で定義されているでこの2条の第1号一番最初の定義を見てください 会社株式会会会会会社合資会社、ま、たは合同会社社社合合合名資まは同のことを言います会社ってのは4つあって今皆さんが勉強した株式会社の他に合名会社合資会社合同会社この4つを合わせて会社というふうに言いますだから会社法で会社と言った場合にはこの4つのことを指すのであって 例えば外国会社とかその他にも会社って名前がつくのがありますがとりあえず会社法的には会社という言葉はこの4つの会社のことを指すんだよというふうに理解をしておいてくださいだから条文の中に株式会社はって規定があれば株式会社にしか 適用されない規定ですが、会社はとか書いてあった場合には、それはすべての会社ですね。この4つの会社に共通するルールが規定されてるんだ。というふうに、いいですか厳密に規定してるんですよ。こういう言葉も。では、テキストを戻ってください。漢字の1番定義。1行チェックです。会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社のことを言います。 28ページの漢字の1番合名会社合資会社合同会社合名会社合資会社合同会社この3つをまとめてください後半3つをまとめていただいてこれを持ち分会社と言いますだから会社というのは大きく分けると株式会社と持ち分会社に分かれます会社というのは大きく分けると株式会社と持ち分会社に分かれます で持ち分会社が合名会社合資会社合同会社の3つに分かれます。で合名会社合資会社合同会社は社員の責任に応じて変わってくるんですがまあそれは細かいので後でやりますけどじゃあ株式会社の持ち分会社は何が違うかっていうと株式会社は先ほど所有と経営が分離してると言いましたが持ち分会社は所有と経営が分離してません。 社員が会社を経営します社員が経営しますだから、うん、株主がお金を出して大きな会社を作って専門家に任せようっていう時には株式会社を作ればいいですがもう自分たちで会社を作って自分たちで運営しようよっていう時には一つこの持ち分会社っていうのも選択肢になります。持ち分会社は 業務執行者を必ず社員から出さなければいけませんのでその例えば ABC がお金を出して会社を作って A さん B さん C さんがもう自分たちで経営をしていくとこれがまあ合名会社合資会社合同会社になります自分たちでお金を出して自分たちで運用するということですよね。ういう時計が一致してます で、後でまたやりますが、シュート系が一致しているということは、自分たちが業務執行者になりますから、個性が重視されます。例えば、A、B、C がお金を出すだけだったら、これはもう誰でもいいですよ。でもお金を出して自分たちで経営するんですからね。例えば、A と B と C が、運送会社を作ろう。って言って、会社を作りました。そうすると、 他の誰でもない ABC 自分たちで会社を運営するわけですで A さんがあ C さんがですね、えー、じゃあ俺この持ち分会社の地位のことを社員と言いますが社員の地位は D さんに譲渡するわってできるかっつったら株式だったらできますよ株主の地位なんていくらでも譲渡できますからね非公開会社でもない限り譲渡制限規定がついてない限りいくらでも譲渡できますが持ち分会社の地位というのは勝手に譲渡できないわけです C さんの個性重視されてます C さんはお金を出してるだけではなくて経営もやってますからあ A と B 困りますよあ C さん譲渡しないでうち運送会社だけど大型の免許を持ってるのお前だけだからみたいな話になるわけですよですからこんな形で自分たちで運用して自分たちでお金を出して自分たちで運用しますからあ所有う時計が一致していて個性も重視されますもう一つ持ち分会社は債権者は直接 社員に請求することができます直接責任を負うんです持ち分会社の社員は株式会社の株主と違って直接責任を負うということですねちょっとまた後でお話をしましょうということでまあ所有時計が一致しているそれから個性が重視されるそれから社員が債権者に直接責任を負うこのあたりが持ち分会社の特徴ということになってきます 逆に言うとそういうのと株式会社が違いますから株式会社は衆ト時計が分離しているそれから間接責任だ個性が重視されないこのような特徴がありますでは時間ですのでここまでにしてさらにここから先後半の講義で進めていくことにしましょう休憩です